東初駅は愛知県西尾市東初町証券業団にある名古屋鉄道蒲氷線の駅。駅番号は GN16。三眼根山、猿ヶ島、うさぎ島もよりの駅であり、蒲氷線が観光路線として脚光を浴びた時代はその拠点として機能していた。現在は両島への観光線が廃止され、名鉄グループの観光事業も撤退しているが、 潮光シーズン時には潮光客の利用がある。2005年1月28日までは特急、急行が停車していた。かつては近くの採石場で採れた加工岩を当駅で貨車に積み込んでいた。一面二線、島式ホームを持つ行き違い可能な地上駅で列車は右側通行で進入する。 駅集中管理システム未導入の無人駅であるが、有人駅当時の駅舎は残されており、平吉田がまごり間のワンマン運転対応のため、駅舎内には自動券売機が設置され、インターホンによる呼び出しで駅員と通話ができる。なお、当駅では何かが使用できない。ホームの有効調は当初2両だったが、1967年度かき、建設改良工事で4両化された。 一日平均の乗車人員及び乗降人員の推移は以下の通りである。千人単位からの概算地かつては観光拠点の駅として賑わったが、現在の駅周辺には目立った市街地は形成されていない。小規模な商店が点在しており、蒲氷線の他駅よりは商業施設が多い。ありがとうございます。